アジをさばいて昆布締めを作っていきます。包丁を使って鱗を取っていきます。硬いゼイゴは取るか取らないかは自由にしてください。次に、硬いゼイゴを包丁で削ぎ取ってから鱗を取っていきます。尾の付け根の部分から包丁を入れてください。この部分です。このように取れます。胸びれと腹びれの位置で包丁を入れて頭を切り落としていきます。この際ですが、まっすぐではなくこういうふうに斜めにしてください。こうすることで身が多く残ります。まずはこの腹びれの位置に一太刀入れます。軽くですね。そして切り落としていきます。背骨まで切ってください。はい。で、腹を切り開きます。血合いに切れ目を入れます。で、水洗いしていきます。残った頭部は粗汁に使うので、兜割りにしていきます。枝の付け根を切ります。この部分ですね。そして押さえて引っ張ると取れます。こちらも水洗いしてください。ブラシなどを使って血合いをきれいに洗い流していきます。このようにきれいにしてください。水分を拭き取ってから三枚おろしにしていきます。三枚おろしにする際は、腹、背、背、腹の順番で包丁を入れていきます。まずは皮目だけに切り込みを入れていきます。次に奥まで差し込みます。そして中骨の上まで切ってください。背も同様です。
腹骨を切り取っていきます。腹骨を切り取る際は、逆さ包丁を入れると取りやすいです。薄く削いでいきます。血合い骨を骨抜きを使って抜いていきます。骨を抜く際はこの頭の断面の方からあります。指で確認しながら抜いてください。これで骨のない状態になりました。皮を剥いでいきます。皮を剥ぐ際は頭の背側の方から剥いでいきます。突っかかりを作ったら裏返します。そして包丁で押さえつけるように皮を剥いでいきます。こうするときれいに剥ぐことができます。身の両面に軽く塩を振っていきます。これで10分置いてください。10分置いた状態がこちらです。表面に水気が上がってきています。水分を拭き取ります。これを昆布締めにしていきます。昆布締めの方法は2通りあります。まずはこのまま締める方法。もう一つは刺身の状態に切ってから締める方法があります。短時間で食べたい場合は刺身の状態にしてから締めた方が良いです。1日置く場合はこのまま漬けた方が良いです。使い分けてください。昆布を酢か日本酒で締め出したペーパーで拭いていきます。どちらでも良いです。混ぜても構いません。まずは短時間で食べられる刺身の状態に切ってから作る昆布締めを作っていきます。頭を左側、こちらが尾です。上の部分が上身、この下の部分が下身になります。それぞれ切り方が違ってきます。上身と下身の切り方ですが、上身の場合はこのように置きます。尾が下になります。下身の場合は、尾が上になります。このように置いて切ると均等に切ることができます。このように切りました。このように切ることで上身、下身を均等に切ることができます。昆布で挟んでいきます。
なるべくラップで包んで空気を抜いてください。これで2、30分ほどすれば美味しく食べられます。冷蔵庫で保管して30分閉めた状態がこちらです。短時間ですが、このように閉まっています。盛り付け方は様々ありますが、今回はシンプルにお皿にそのまま盛り付けていきます。かぼすを添えて出来上がりです。それでは、アジの昆布締めと日本酒で乾杯です。まずはこのまま食べてみます。次にかぼすを一絞りして食べてみます。昆布締めといえばヒラメやタイなどが一般的ですが、アジでも美味しく作れるので試してみてください。お酒もご美味しく飲むことができます。